松田一家のドアはいつも開けっぱなし,ぱなし皆様お初にお目にかかります降ってくる雪と書いて雪と申します同じく演奏の層で層と申します要すると書、はいて要す 3人合わせて無限長屋でございます。ということで、新しく始まったラジオ番組なのですが、記念すべきかどうかはもうわかりませんが、4回目は我ら、無限長屋でお送りする。と言っても、私たちのことを知らない方もいらっしゃるんじゃないかしら。うん、じゃあ、いつものやっとく我らはイニシエより。 人の思いを垣い見てきた蝶の化身と,とある時空のとある場所に決して開いてはいけないという本を開き封印されていた人の思いが宿る蝶を逃がしてしまった者がおりました生の思いを見つけられる説 負の思いを見つけられる、そう二羽の蝶の化身の力を借りてそのものはすべての蝶を見つけることができるのでしょうかねえ要様。ということで私は蝶の化身そう同じくせつ。 我ら三人無限長屋でお送りするねえねえところでこの番組ってどんな番組なのかしらえー、っとですね松田一家に集まっているタレントさんたちがお送りしているラジオ,ラジオのようですわね。ん<ー>私たちの他にも4組いらっしゃいますので週替わりでいろいろな方々が登場いたしますわ。ほう、ところで マツダ一家のマツダとはどのようなお方だ？はあ、こんなアホ犬が！マツダ様をご存じないだなんて、私たちの神様にも匹敵する可愛いものと紅茶を好用なく愛するとっても素敵なお方なのですよ。はあ、確かにあのマナコ、ただものではない。うん、<laughs> ところで。 このラジオっていつもよりたくさんの人に声が届くんでしょじゃあ私の過去の武勇伝でも聞いていただこうかしらいやいや私のハマっている食べ物の話はいはい私この場をお借りしてぜひぜひやってみたいことがございますえ何よそれは松田一家とある時空のとある場所に ウェブラジオを始めた2羽の蝶の化身と狐の神がおりましたせっかく集まったのですしこの場をお借りして百物語をやってみませんかいやこういう場所で百物語をすると本当にお化けが出るって言うぞやめておこうこの百物語というのは夜遅くにみんなで集まって 100本のろうそくに火をつけ、お化けの話をすることです。話が終わるたびに1つ、また1つとろう。そくの火を消して行き、最後のろうそくが消えると本当のお化けが出るということですが、3人はまだ試したことがありません。<laughs> 育児なし本当にお化けが出るかどうかやってみなくちゃわからないじゃないのそうですわねというか私たちってお化けって怖いのかしら「いくじなし」よーしやってみるかええ、そういうことになり三人は「百物語」を始めましたこれは私がおじいさんから聞いた話なのですが。 おじとなりむらのおかよさんがしんだひにおかよさんかわる代わるおばけの話をしていってろうそくの火をひとつひとつけしてゆきとうとうあとひとつになりましたはじめのうちこそおもしろ半分でいた3人もしだいにこわくなってきましたえいいか この最後のろう。そくが消えたら。本当のお化けが出るかもしれん。んだが、どんなお化けが出ようと。お互いに逃げっ子なしだからな。もちろんですわ。どんなお化けが出るか楽しみですわね。えいっ ねそれにしても早く出てこないのかしらお化けとやらはは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 んはは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 どろどろどろ目の前に白い着物の幽霊が現れたのですうらめしや <laughs> そうちゃんは思わず逃げ出しそうになりましたが、よく見ると惚れ惚れするような美男子の幽霊です。うん、これは、うん、これはこれでなかなかイケメンのような気がするわ。相手が幽霊でも若くて綺麗なイケメン幽霊だと少しも怖くありません。そうちゃんは座り直すと幽霊に尋ねました。 ねえさっき「恨めし」いって言ったけど一体何が恨めしいのかしら「恨めしやーって言われただけじゃなんのことかさっぱりわからないわこれも何かの縁だし訳を聞かせてくれないはいよくぞお尋ねくださいました私は山向こうの村からこちらの村の庄屋様のところに雇われたものですが。 ふとした病で命を落としましたけれど庄屋様はお金を惜しんでお弔いを出してくれないのですそれでいまだにあの世へ行けないでいるのです、うん、なるほどそれは気の毒ね今夜皆様方が 百物語をしてくださったおかげでようやく出ることができましたどうかこの無念な思いを歌にして奏でてはいただけないでしょうかああいいわよいいわよ私そういうの大得意で報酬の方なんだけど報酬こちらの方で。 いいわ、交渉成立ね、そうちゃんがそうこたえると幽霊はスッときえていきましたつぎのあさそうちゃんはふたりにわけをはなしてきのうの幽霊のためにうたをうたってあげましたさてそれからというものそうちゃんはこううんつづきでガリガリくんのあたりがとまらなくなったということです お腹痛いよだから要様にも分けてあげなさいって言ったのにそうだそうだだってこれは私が当てたんだもの全部私が食べるのおしまい。松田一家ということでこれから百物語をしていくのはどうでしょううんいいけど。 私そんなに怖い話いっぱい知らないわよ。ですから、このラジオを聞いている皆さんに教えていただくのです。どうやってそれだったら、私は新しい呪文を覚えたのだ。m a t s u d a i k k a a t o s u t a com。マツダハイフン。一家。アットマークアトスタドットコム。この呪文を唱えると、式紙が私たちの元えた情報を運んできてくれるのだよ。つまりはこのメールアドレスにメールを送ってください。っていうことですわね。うん、それは便利ね。世の中進んだものね。普通をた質問や励ましのお言葉なども募集しておりますわ。 さあってそろそろ時間もなくなってきたことですし最後に私たちの降臨情報をお伝えしましょうかしら11月27日ルイード K4 にて「無限蝶屋は蝶を集めに参ります」詳しい情報を知りたい方はこちらの呪文「http://mugenchoya.com」 J P スラッシュ T O P ドット H T M L 無限長屋ドット J P TOP ドット H T M L この U R L を打ち込んでいただければ無限長屋のホームページにたどり着けますわ。はああ楽しかった。横文字って難しいですわね。もっとこう練習しなくては。 いつか私のハマっている食べ物の話もしたいものだなう,、ね、うん。はいはいじゃあ今日のラジオだけど初めてやってみて何か楽しかったこととかあったそうですわね私は念願の百物語を読めたことが何よりも皆様からの怖いお話も待っていますわ そうね。じゃあ私は、うん、やっぱり私の武勇伝が話したい。はいはい。そうちゃんの武勇伝って言うと、ガリガリ君が100本当たったとか、200本当たったとか。ええ、もちろんよ。いやいや、だから私が今、現世でハマっている食べ物の話をしたいのです。あの、その食べ物というのは何なのでしょうかちょっと気になりますわ。うん、気になりますか、ええ、それはですね。うん うんこれはまさにこの世で食べた中で素晴らしい食べ物だった、はあ、なるほどそれだけハマっているから最近書庫にいらっしゃらないんですわね <laughs> それでお腹に油が乗ってきたのねまあ金目様ったらとってはいないぞ <laughs> まじゃあこの辺でお別れにしましょうかそうですわねそれではまた次回お相手は 無限長夜のそうと。要。そして、せつでございました。次回は。可憐で。可愛らしいわらし。ミニミニギャングの三人だ。今宵のウェブラジオは。これでおしまい。次がいずれの時空に舞い降り。誰の思いを。映し出すのか。それは。 蝶のみが知る。